なんか初演バージョンっていうネーミングがすぐついてしまって、非常にその辺はプレッシャーでもあるんですけれども、逆にいざやってみるとなんか新しい作品をやっているような気持ちにもなれていて、まあ、今回そういうあたりも見ていただけたらなと思います。唯一期待の新人でございまして対談後にエリザベートが本当に憧れて夢の作品でした。この年で夢が叶うことがあるんだとメールの土産にしたいと思います命を懸けてとうとう頑張ります。はい、初演でもう一度やるっていう感覚よりも本当に新しくこの作品の役に取り組む取り組んでるっていう感じがすごいしているので、もう一度エリザベートという女性を見つめ直して新鮮な気持ちで最後まで頑張りたいと思います。今回また改めてこの作品のエリザベートに取り組めるということで、また新しく見えてきた部分もありますので、そういう部分を大切に、あとはキャストの皆さんと組ませていただきますので、気を合わせて私なりのエリザベート像を演じることができたらなと思っています。新しいものをやってるっていう気持ちもあるんですけど、いざやるとタイムマシンに乗ったみたいな気持ちにもなるので、その辺のせめぎ合いの中でこうすごく楽しんだり緊張したり新しい発見があったりっていう感じでできたかなと思うんですけど、小池先生がこの作品はファンの方のアンチエイジングを見るのが楽しみだって言われてちょっとすごいねプレッシャーかけられたので、16年経ってるっていうことは少し差し引いて見ていただけたらなと思います私はそのこのミュージカルをやる前からハプスブルク系、ビッチルス、バッタ系全てもうオタクっぽく好きで、ただこの前にも全てのエリザベートも回ってましたし、ただこれが宝塚でやるって知った時に本当にやめてたので悔しくて悔しくて、もうこれが一生の思い残すことだと思ってたんですが、まさか対談後17年、18年経ってこんな形で紛争までさせていただいて、なんか今全てが夢のようです。でまたそう思うことと一から曲を勉強することは全く別問題なので、またそれはそれでちゃんとやっていきたいと思って頑張りましたが、間に合わないかもしれません